皆さんにね、くまモンのお写真をね、撮っていただけたらなと思います。くまモンが皆さんに向けて、ポーズをね、撮っていきますので、向かったらね、カメラで、まさにくまモン、あ、肝臓を探してるの？くまモン、肝臓と一緒に撮りたいと、後ろにありますけど、ちょっと、お借りできますかね。あ、肝臓。スタッフさん、ありがとうございます。よろしくね、だいたいくまモン。じゃあ、ちょっとくまモンのね、撮影に入りたいと思いますので、皆さんよかったらカメラのご準備をお願いします。肝臓でした、肝臓。ありがとうございます。本当にどうも、肝臓。ありがとうございます。くまモン。あ、くまモンの体でね、重いですのでね。ハウリングで失礼いたしました。くまモン、ちなみに今日肝臓どこに、体のどこにあるか勉強しましたけれども、どこでしたか？肝臓は皆さんのどっちだったかな？そう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 、右の方にね、あるんですね。人の肝臓の、これはモデルなんですかね。人の肝臓こんなに大きいそうです、ね、働き者の肝臓ですけれども、では早速ね、お写真撮影に行きたいと思います。はい、では今から3方向に向かってポーズを撮りたいと思いますが、くまモン、最初はどちらに行きましょうか？ぐる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 よいしょ。最後はね、くまモンから向かって左の皆さんに行きたいと思います。では行きます。3、2、1、ポーズ。決まってますかね？大丈夫ですか？皆さんパシャパシャと、ね、撮っていただけると嬉しいです。はい、撮れましたでしょうか？では次はグルーと行くの、真ん中の皆さんに向かって、3、2、1、ポーズ。決まってますかね？大丈夫ですか？皆さん、肝臓の位置はここですよと。はい、ではそうですね、肝臓で、はい、では最後、くまモンから向かって右側の皆さんに行きたいと思います。行きますよ、3、2、1、ポーズ。皆さんね、肝臓と一緒に撮ることなかなかないですからね。ありがとうございます。撮れましたか？はい、ありがとうございました。今日はね、肝臓の大切さを知れてよかった。でも、くまモン、大切さが分かってもなでなでしてますけれどもね、皆さん、適度な運動が大事ということで、くまモンと持つですね、メタボになりすぎます、気をつけていただいてね。くまモンもね、こういう体操しっかりしてね、肝臓を元気にね、健康に過ごしていきたいと思います。今日はね、短い時間でしたけれども、ありがとうございました。会長の、くまモンでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ジョバちゃん、くまモン、くまモン、ありがとうございました。ありがとうございます。